び士軍団超過激やり残し企画。たけさん今回、まあ、あのラッシャーとラッキョがどうしてもやり残してこの企画をやりたいと。私はね断ったんですけどね、まだ他にやれるとこあるよって言われて、どうしてもね、ちょっと自分が弱かったかなと思うんですよ。全然弱くないじゃないですか。きついですよ。まああの、日本で最初に、犬と絡んだたけし軍団として、シェパード警察犬はやっぱり東ダンカンなんですけども、うん、土佐犬といえばラッシャーラッキョということで、やっぱり相性があるんだな。相性があるんですよ。あれ不思議ですね、本当に。あれ肌が合わないんだよ、お前ら。俺たちのやり残したことをもう一度お酒と戦いたい。お犬様と人間の見事なコラボレーションによって次々と奇跡の映像をお送りしてきた土佐犬企画。あの感動をもう一度。そこでラストの今回行われるのが土佐犬勝つ駅伝。私は今犬神町に来ております。こちらではですね、これから箱根駅伝と並ぶ日本のお正月を代表するレース、土佐犬勝つ駅伝が行われようとしています。やってきました。このレースを制したチームにはですね、今年1年素晴らしいご利益があるということで、選手たちも並々ならぬやる気を見せております。早速出場チームをご紹介いたします。まずはですね、去年の優勝チーム、チーム犬神一家のご3人です。よろしくお願いします。どうでしょう、ディフェンディングチャンピオンということなんですけれども。いやいや、参っちゃうね、参っちゃうね、今年もやっちゃうよ。やっちゃいますか、ね、今年もやっちゃうな。なんといってもミスター土佐犬ですからね。いやいやいや、去年も優勝して何かいいことがあったという話も。聞いちゃうの、聞いちゃうのそれ。ちょっと言っちゃうかい。ちょっとだけあったよね、1円で61万株ジェイコム株を。いや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 、これ以上は言えねえよ、言えねえよ。さあ、それではですね、一方のこちらのチームをご紹介させていただきます。今回初出場となります、チーム犬神町青年消防団のご3人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。あの、すいません、こちらのこれとは、マネージャーのジュリちゃんです。ちょっと衝撃がね、ちょっとしぼんじゃってますけどね。ジュリちゃん、ジュリちゃん。またジュリちゃん。俺仕事の代表だよ。俺仕事だよ。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。ここ犬神町が誇る最強のシンボル、この駅伝のたすき代わりとなります、お犬様の登場です。お願いします。お願いします。スキンシップ敵じゃないよということで行こう。お犬様、ちょっと犬様、こっちもやってみようか。ちょっとやってみようか。やばいやばい。ルールは至って簡単。1チーム3人が土佐犬をたすき代わりに背負い、リレー形式で戦う。先にゴールの境内へと戻り、鈴を鳴らすことができれば今年の勝ち男と任命される。それでは両チームたすき担いで。さあ、たすきを担いでというコールがかかりました。あいででで、おお、重い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 。あ、怖え怖え怖え。なんか決断いて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 、よーい、始まりました。かなりスピードとして見ると遅いスピードでスタートしました。小刻みに震えています。これはね、やはり勝利への執着心というのが日本で出てきています。なかなか前に進むことができません。犬が走れました。これは前に進むことができません。ついたあたりはですね、給水ポイントがあります。さあ、この給水ポイントでどうするんでしょうか。ペロペロ舐めてます。生クリームを
これはお前ほんとすいません。これもうしょうがないんだろうな。もうしょうがない、文句を言う線を切れてるよな、うん、これ文句言う気になるんじゃって関わらないようにしようという、ここまで来ちゃうと本当にテレビ見てる人もクレームつけてもしょうがないなって思っちゃうんですね。クレームつけるってことはこれ見たってことになっちゃうから、それは恥ずかしいという。